対抗を持つマノロおじさんマノロおじさんとして知られるマヌエル・カセレス・アルテセイロはスペイン・シウダ・レアル出身のサッカーファンでありバルの経営者世界で最もよく知られたサポーターの一人である彼はスペイン代表の応援でよく知られておりかつてはバレンシア CF のサポーターでもあったベレー帽と背番号12のユニフォームが特徴であり腕に抱えた対抗試合中に鳴らす 彼は1982年以降のすべてのスペイン代表の試合に駆けつけていたが、2010FIFA ワールドカップ中に風邪をこじらせて肺炎にかかり、2010年7月3日に行われた準々決勝のパラグアイ戦を応援することはできなかった。スペインに帰国して治療を受け、準決勝のドイツ戦からは現地での応援に復帰した。 1982FIFA ワールドカップ以降に、スペイン代表は1万5 0 0 0トル以上もの距離を移動して試合を行っているが、その間に使った太鼓の数は9兆から10兆にもなるという。彼は、バレンシア CF の本拠地、エスタディオデメスタージャの隣にバルを経営しており、そのバールは、スポーツミュージアムも兼ねている。熱狂的なサッカー応援のせいで1987年に、 家族を失ったが、一人の養子を迎えている。ありがとうございます。